ついに今日からニューヨークでの生活か。俺の名はペンギン。世界一の料理人を目指す男だ。料理の腕を磨いて一流シェフになるぞ。立ちっぱなしで足が。ルイジ、5時間かけてスープを仕込め。もうこれ以上は。店の清掃もよろしくね。こんなの無理だ。また脱落か。料理の世界を舐め腐ってるな。うちは世界的に有名な一流店だってのに。はい、今日から新人が来るからな。でもそいつ日本出身なんですよね。極東の島国でやってたやつなんて使えるんですか。ふん、使えなかったらいつも通り追い込むだけさ。さすがジャーシー。この時上司たちは知らなかった日本人シェフの実力を。AI じゃ描けない GM はハイビー CPU ならトミーオーバーヒー、yeah、日本人シェフが海外の一流店に出稼ぎに行った結果、労働時間と待遇、今日から世話になるペンギンだ。よろしく。よく来たね新人。この店は世界的有名店だからな。いろんな国の働き方を取り入れている。まずは労働時間から教えてあげるよ。この店での労働時間はフランス方式、つまり1日7時間だ。フランスは週35時間労働制が義務付けられているからね。分かった。よし、そんなルールを守っていてはこの店は立ち行かない。やったい。お前だけは残業時間を3時間足して1日10時間労働だ。出たぞ、上司の新人いびりだ。この鬼畜な労働時間のせいでフランスの若者はみんな辞めていってしまったのに。何ブラックすぎて驚きが隠せないようだな。たった10時間でいいのか。え、日本で料理人として働いてた時は14時間はあったのに。あ、7時間も残業してたな。いや6時間だな。日本は週40時間労働制だし。週40時間、定時でも週5時間も多く働いてるのかよ。10時間だけでいいなんて、海外に来て本当に良かった。こいつ狂ってやがる。どうするんですか上司、全然聞いてないですよ。 まだだ。すぐに、お前の待遇だが、ニューヨークのシェフの平均給料で支給する。つまり年収1000万さ。どうだ、さすがにこれなら。給料高っ。でもニューヨークは物価が高いからね。それを考えれば。いや、物価の分引いても手元に残る金が日本時代より多いな。こいつ一体どんな給料で生活してたんだ。待て、お前は例外にする。やっぱお前はフランスのシェフの平均給料で支給だ。年収700万。どう。給料高っ。なんてだよ。ならその上残業代を固定にする。フランスの料理人は固定残業制が多いからな。それで計算すると年収600万。これならさすがに。え、給料高っ。したー、なんでだ。残業代固定なんだよ。家じゃないな。いや、日本で料理人してた時はサビさんで残業代もらってなかったし。サビさんだぞ。いや、こんなにお金もらえるなんて、さすが一流店だな。とんでもないやつが来たな。あいつこの店を変えるかもしれん。肉体労働と単純作業。おい、どうすんだ、全然いびりが効いてないぞ。大丈夫です、あれをやらせましょう。新人、この鶏肉の羽蒸しとけ。分かった。あの仕事を受けたのか新人。あいつ終わったな。鶏肉から羽を蒸しるのは難しくない仕事。しかし今日はこれだけ鶏肉を使うからね。ずっと同じ作業を繰り返さなければならない。さらに言えばこの仕事中はずっと立ちっぱなし。あの新人でもさすがにおかしくなるんじゃ。8時間後。さあで、そろそろノイローゼみたいな顔に。なーにー、8時間も同じことやってるのにこいつ鼻歌だぞ。よしよし、綺麗な肌になったな鶏肉ちゃん。しかも鶏肉を撫でて慈しむ余裕まで。お、パンダ、あともうちょいで終わるから他にも鶏肉あったらくれ。もう8時間この単純作業やってるんでしょ。いや別にこれくらいなら飽きないし。はぁ、日本ではずっと同じ仕組みをやらされることなんてザラだぞ。はぁ、そうか、日本では年功序列の考えがあるから。日本で料理人やってたとはいえこの店では俺は新人だ。いくらでもやるぞ。
さらに言えば日本人は勤勉ゆえに単純作業にも向いている。でもずっと立ちっぱなしじゃん。さすがに疲れ。まあコンビニでバイトしてた時はもっと立ってたし。 Crazy Japanese! な、終わった。追加の鶏肉取ってくるわ。あいつ体が鋼でできてるのか。てか冷静に考えたんだけどさ。ん？よし、作業再開だ。盗賊の羽むしってるのもメンタルおかしくね。は、美味しくなれよ。心も鋼でできてやがるあいつ。マルチタスクと時間制限。単純作業に苦しまないのは分かった。なら3人今日から調理に入って。ありがとうパンダ。頭をパンクさせてやる。とりあえずソテーとステーキ、あとソースの仕込み、マリネとパイも作って。今度はマルチタスク、これなら精神崩壊間違いな。了解。え、あらあ、手が空いてるからムニエルも作るな。手空いてないでしょ。なんでそんな平行でできるのさ。次から次に仕事増えるなんて日本だと日常茶飯事だったし。こうなったら時間制限も追加だ。今日は客が多いからそれ10分以内に提供して。は？10分？これならさすがに不可能。そんなゆっくりで大丈夫か。牛丼屋でバイトしてた時は1分で提供しないと怒鳴られてたぞ。もう何なんだよこいつ。食への探求心とおもてなしの精神。どうなってんだ、全然あいつ答えてないじゃないか。すいません。こうなったら最終手段だ。一体何を。作りたくない料理を作らせるのさ。ビン、お前は寿司が作れるらしいな。え、まあ一応うちでも寿司を出そうと思ってな。今後はお前が担当だ。え、いいのか、そんな重要な仕事。お前の腕を見込んでた。さあこれがレシピだ。わかった。待て、これはカリフォルニアロール。カリフォルニアロールは日本の寿司をアメリカ向けにアレンジした料理。さすがに日本料理の代名詞をアレンジして出すのは苦しくならず。できたぞ、カリフォルニアロールだ。ちょ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 い。え、寿司をアレンジした料理だぞ。嫌じゃないのか。え、別に。プライドないのかお前。そりゃ普通の寿司も楽しんでもらいたい気持ちもあるが、こっちもいい料理だろ。え、カリフォルニアロールはアメリカ人でも食べやすいようにと考案された料理で、そこには日本の寿司へのリスペクトがある。だったら俺は普通に嬉しいし楽しく作れる。その国の文化を知りつつ楽しんでもらうこと、それが料理だからな。ペンギン、こいつ変なプライドよりも食への探求心を大事にしてるのか。それにリスペクトを持ってアレンジするのは日本でもよくある。例えば、ほい、日本で流行ってる照り焼きピザだ。え、ピザに照り焼きだぞ。よかったら食ってみてくれ。俺はカリフォルニアロール出してくる。これはなかなかじゃないか。だったら俺は普通に嬉しいし楽しく作れる。まあ参考までにレシピ聞いてやってもいいな。戻ったぞ。ん、カリフォルニアロールをサーブしに行ったんじゃないのか。そう思ったんだがやめた。は、あの客には普通の寿司を出す。お前あんなこと言ってたのに土壇場で嫌になったのかって。やはりこいつは所詮閉鎖的な島国の人間。おもてなしってやつをしたくてな。は？数週間後。いやー、ここでこんな本格的な寿司が食えるなんて。あの時とっさに気づいたんだ。あの人は日本から来ている日本大使館の職員だってな。この店は最高だよ、ほんと。だったら故郷の味を出してやった方が楽しい食事になるだろう。わざわざ客に合わせて変えてやるなんて、それがおもてなしってやつか。そういうことだな。ま、でも他にも理由がある。え、それそんなにうまいのか。食べれなかったら俺が食うし、もう一皿頼んでみるか。オッケー、チャレンジさせてくれ。すいません。ああやって本場の味の方も広められるかもって狙いもあった。ふん、なかなかしたたかじゃないか日本人。証拠たくましいと言ってくれ。やはりこいつは気に入らん。おいペンギン、明日1時間早く来い。え、うちの店に修行しに来たんだろう。俺が厳しくしごいてレシピを伝授してやる。望むところだ。俺の名はペンギン、世界一の料理人を目指す男。やはりこの店最高だな。アメリカンジョークがうまくなったじゃないか。意外と本心かもしれないぞ。
ふん。俺はこの店で今後も一流シェフを目指す。プロット学園祭開催中。会場にはポップアップ限定コンテンツが盛りだくさんだぞ。今月のカレコレ全力回避フラグちゃんの新オリジナル MV を先行公開中だよ。自分たちの学園祭仕様の展示や限定のグッズも要チェックです。ぜひみんなプロット学園祭に遊びに来てくれよな。ベシベシ。ペンギンを増やして某企画にはびこるモンスターを仕事させよう。結局仕事かよ。ドット絵になったペンパイが美味しそうです。どちらかというとまずそうだろ。果たして君は迫り来る敵を倒し某企画を破壊することができるかな。お前はそれでいいの。抵抗ペンギンのゲームアプリペンペンウォーズリリース決定。よかったらダウンロードしてくれよな。ペチペチ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン。チャンネル登録よろしくな。ゲームやるんで今日会社休みます。明日も仕事なのにやめられない。